おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年1年1月18日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。綱塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、善くん、おはようございます。俺京都行きます。2月25日、茜さんぜひ一緒に出ましょう。茜さん揃ったらエントリーしますんで、黒川さんに連絡して、また後ほどもしよかったらね、ご検討くださいませ。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。あの小山愛さんのこちらね、これと違う商品なのかな、なんか清水さんも買ってくださったのか、よかったです。なんかサロン内でこんな推してる商品をメンバー同士で、いいねそれっつって買うっていう、なんかやり取りしたかったんですよ。やっとできましたね。小山愛さんのおかげです、本当に。これね、体を作るだし、今日もあの息子の弁当に入れています。あのスープを入れるね、あの保温の容器あるじゃないですか。あれに毎回なんか何入れるっつってこうやってるんですけど、今日はね、だしっていうどういう反応になるかわかりませんけど、まあでもあの家族の中では比較的あの昨日今日だけだけど好評なんじゃないでしょうか。へえってなってるっていう、そんなになんていうか、子供があの飲んで分かりやすい美味しいじゃんみたいな味ではないじゃないですか、だしだけだからね。まあでもなんかいいもの取ってる感はあの黙って出されても分かるんじゃないですかね、多分ね。ああなるほどと、すっきりするなっていう、それはなんか比較的特に僕が推してるっていう体では見せてないんですけど、まあこういうの買ってみたよっていう感じで、まあ僕はすごく気に入ってるから、飲んでいいっつって、あどうぞどうぞっつって、なんか お茶を一杯みたいな感じで、それなりに美味しくいただいております。小山さんありがとうございます。そして清水信之さんはなんだっけ、野菜赤井さんも買ってたんだっけ。なんかあのいいっすよね、あのメンバーさんの、推してる商品で、あ私もそれ買うわっていう、なんていうのこれ、応援消費っていうのか、でもなんていうか、別にその応援する理由がなかったら応援できないじゃないですか。でサロンメンバー同士だからだけでは応援できないですよね、多分ね。やっぱり本当にちゃんといいもので思いがあるっていうのが伝わって初めて応援し合えるわけじゃないですか。それはなんかお仕事でもなんか趣味のトレーニングでも何でも一緒かなと思って、だからまあこれから小山愛さんがそのだしの研究されると思うんですよ。でまあアミノ酸20種類が全て取れるこのだしを僕は取りながらですね、このアミノ酸グリシンとチロシンとグルタミン酸とかつっていろいろむずいな、まあ覚えることが目的じゃないからあれですけど、主要な登場人物はちゃんとしとかないとなっていう、単語帳に登録してね毎日見てますよ。で小山愛さんはあの理科が苦手で自信ないですっていう風な感じでこう最初おっしゃってたんですけど、まあ理科が得意とか得意じゃないとかじゃなくて、あのなんかこういきなり正解があのパッと出せるような話じゃないと思うんだよね。自分が何を知りたいかも掘り下げていかないと本当は誰にも分かんないことだったりするし、それもトレーニングじゃないですか。ちょっとずついきなり速くは走れないっていうのと一緒だと思うんですよ。で理科の理解、理科的な内容について理解する力とか、理科系じゃないんでとか文化系なんでとかってもよく言いますけど、な別にあの文化系に進んだ人もなんていうか理科的なロジック
がすごく頭の使い方として馴染んでる人とかって別にいますけど、それってあの習慣とかトレーニングの積み重ねがたまたまそうなってるっていうことなんですよね。だからなんかあの学校で理科を専攻してるしてないとかではなく、まああれはもう本当になんていうか小中高大学まで習うテキストの内容なんてもう DVD1 枚に全部収まるようなレベルの話で、まあ本当ビビたるもんなんですよ。まあ大事な基礎ではあるんだけど、けどまあそれはだからいつでも取り出せるわけで、知ってても知らなくても大した問題じゃないんですけど、まあ問題はだから興味持った時にひるまず一から訓練するっていうで、まあその訓練する時に伴走者がいた方がやっぱりいいかなっていう感じですかね。でそれが伴走者が特に詳しい人である必要は僕はないと思ってて、まあもちろんなんか僕も科学者を名乗る以上は科学的であるように、あるいはまあ理科ってこういう感じだよねっていう指針はできるだけ本当お伝えしたいなとは思いますけど、でもね本当誰でもいいんですよ。あのかけっこのトレーニングもそうだし、うんとなんだろうな、まあ、本当何のトレーニングも基本的に一緒だなと思ってますね。一からちょっとずつやっていけば必ずちょっとずつ能力が向上して、あのもじもじ喋ってた周平さんが最近ではなんだろうあのちょっともじもじじゃないんじゃないか、これは割とノリノリで喋ってんじゃないかっていうぐらいね。でもそんなもんなんですよね。いや本当にまあ焦らずゆっくりアミノ酸の勉強もして、出汁とは何なのかをあの小山愛さんのやりたい研究というかそこにつなげていけたりですね。あのご挨拶の途中でまた話し始めてしまうというナイトのパターンなんて、どこまで行ったっけ。寺石ゆかさんおはようございます。あ、29日が近づいてきたぞ、楽しみですね。もうあと10日ぐらいか、あのスプリントトレーニングの実習第2回ですね。で、中村周平さんおはようございます。友人さんおはようございます。友人さんの旅の放送がめちゃくちゃ良かったですね。なんかちょっと3回ぐらい聞き直してちょっとじっくり考えてからと思ってたんですけど、いやなるほど深いなと思って、でそれを受けてなんですかね、砂塚さんがその旅と移動について切り分けて考えるみたいなことされてましたけど、砂塚さんの投稿やっぱすげえっすね。なんかまあ、ちょっとあの年上の人を敵に回すような発言は避けたいんですけど、あの年上の人で、ね、ずっと話聞いてたいなって思う人って実はあんまり合わないですで、だけど砂塚さんの話は多分ずっと聞いてられるなと思って、できれば酔っ払わずにシラフの状態で、なんだろう、特に盛り上がるとかそういうことじゃなく、砂塚さんがヘリクスの素粒子の素材となるこう思考のベースみたいのを感じたいっていうか、面白いですよね。なかなか僕ちょっと会えなかったタイプのやっぱ人なんだなっていうのを昨日の投稿を読んでて感じましたし、で多分ですけどそれはユージンさんのパスからだと思うんだよね。でユージンさんの今回の旅の放送ってすっげえなんかこう、自習ノートではあるけど、あ結構な力作だなと思いましたね。なるほどなと。
生物学的に旅を捉えるっていう獣医さんっぽいですね。いや、いいなと思いました。面白かったです。そして中島明さん、おはようございます。前くんにさ、公認インストラクターになったことを喜ばれるっていう時点でもう勝ってますよね、明さんは。いや、なんかもうこういう大人になりたいよねっていう姿だなと思って、明さんは。前くんがあんなに喜んでたよ。いや、すごいと、明さんが公認インストラクターになったなんてみたいな、まあなろうとしているなんてみたいな、でこんなに嬉しいことはないということを地元の小学4年生が音声配信でわざわざ公共の面前で言ってくださるという、こんなこんな祝われ方ある、すごいよ本当に。いや、でも明さんにはそれだけの、なんだろうね、何がそうさせたのかわかんないですけど、昨日今日始まった話じゃなくて、明さんが何かしら交通と積み立てた信用貯金みたいなものだと思うんですよね。まあ、いろんな練習会に顔出してどのように振る舞ってたとか、お手伝いに出かけてってどのようにそこで過ごしていたとか、まあ、前くんと一緒にね近鉄特急乗って何を話したとかも、何がどう積み上がってるかわかんないけど、まあなんかその明さんがインストラクター取るに至るまでの積み上げたものの全てがね、まあだからそうだな、サタデーナイトミーティングに出てるとかもそうでしょうね。で出てずっと黙った話聞いてんだけど、お仕事中だからね、お仕事中だけど、で自分が喋るっていうことはないんだけど、ちゃんとカメラをオンにして話聞いてて、みんなの話聞きながら、でなんかそれなりに盛り上がるところでは肩振るわして笑ってるみたいなさ、ああいうのってさ、一個一個積み重ねながらね、あ、やっぱり明さんいい人だなって周りの人みんな思うよね。でたまに1分2分チラッと喋ったらすっげえ面白いみたいな、そういうのが全部積み上がって、善くんが公認インストラクターになったことを心から喜んでくれるなんて、いや、こんな美しいことがあるのかというのをね、僕は昨日の善くんの放送聞いてね、いや善も素晴らしいんだけど、相変わらずなんていうんですかね、2人の関係の美しさにちょっとグッときましたよね。素晴らしいなと。そして全部さ、ちゃんと直くんにも触れて、佐藤直くん、おはようございます。直くんにも触れてさ、直くんが今どうだろう、インストラクターとしては一番若手なんじゃないかみたいなことまで、頭いいなこいつと、ちゃんと物が見えてるというか、別にあれなんだよね、善くんってさ、なんていうのかな、個人対個人でその人を見て、いい人、会う人とか面白い人とかっていうだけじゃなくてさ、組織とかコミュニティとかの全体像の中でその人のポジションをこ結構捉えられてるっていうことだよね。その全体に対して、例えば直くんは最年少で一番若いインストラクターでとかさ、まあ明さんがいろいろインストラクターでいらっしゃる中で、こういうとこに大阪の地元でね、自分の家が近いのもあると思うんですけど、こういうところでインストラクターを明さんが取ったっていうことの意味を分かってると思うんだよね、もうだからそうやってさ、公認手続きとか、まあこれからだと思いますけど、明さんがそれをやる前にこういうなんか一人でもさ、二人でも三人でも特定の人が支持してくれてる状態っていうのを作ってる時点でも勝ちですよね。
あとはもう一人ずつそれを増やしていくだけですもんね。なんていうか、まあ教室を開かれるのかどうかちょっと分かりませんけど、まあ練習会とかそっちのかな、あの講習会とか。まあでもなんかあきらさんの会に参加したいっていう人を増やせると思うんだよね。でまあそうなったらさ、もうなんていうか、うん、まあそうなってくると本当にチームの運営に近くなってくると思うんですよね。単発の練習会を主催するインストラクターで たまたま来る人が毎回違うっていう感じよりは、あきらさんのチームになんとなくこう毎回そこちょっとずつメンバー違うけど、あきらチームに所属してる人で、あのその練習会に行くみたいな感じになりそうで、すごくすごく素敵な未来がこうバッとこう想像できてワクワクしますね。はい、そしてちょっとあれ、おはようございます、なおくんまでいたっけそして小山愛さんもおはようございます。昨日ね初めて朝ライブに来てくださって、でコメント欄ね、すごい早速やり取りしていただいて、あんななったの実はちょっと初めてかもしれないですまあまあそのだしをの営業をしてるっていうのをそのまま、まあ、サロンでもその営業がしたいわけじゃなくてだしの研究がしたいで来たんだけど、あじゃあ僕も買いますっつって清水さん買って、あかねさんとかもあれ主婦さんとかもだっけ、ゆずりさんとかコメント欄でさ、その興味あるとかこういうのサイトも直接行ってショップチャンネルも見てとか、あのやり取りが朝礼のライブのコメント欄で行われるっていうのは、いやなんかあのサロンっぽいじゃないですかオンラインサロンっぽくないですか。いやあのこうなったらいいなのをなんかまた一つ小山さんのおかげで実現できた気がしますね。あのなんですかね、それで僕はやっぱりその食だしがきっかけで食の研究というか食の知識というか理解をもう一度こうちゃんとやり直そうかなと思ってて、でこのショップチャンネルに、体を作るだしを使ってらっしゃる岡部智さんってね、女性のボディメイクトレーナーの方なんですけど、僕もファンだし妻もファンなので、もともと妻がね運動不足解消みたいので YouTube 見始めたっていうやつなんですけど、で久しぶりに岡部智さんの YouTube 見始めて、なんかそうこういう話聞きたかったなっていうことを話されてるじゃないですか。なんか知識もう もちろんね必要だから知りたいんだけど、まあ、体を作るっていう目的の上で、食を捉えて、で何を体に入れて、何をできるだけ取らないようにするとか、それをこう自分の軸で自分の考えで自分で状況判断して正解不正解でこれは丸これはバスではなくて、まあ、自分の体が今欲するものをちゃんと自分で判断する自己判断するっていう思考回路ですよね。それをインストールできるように喋ってらっしゃると思うんですよね岡部さんって。でそれは思考回路も岡部さんの考え方自体をまるっとパクって、入れればいいっていう話じゃなくて、岡部さんはこういうふうに考えてこういうふうな価値観を自分で育ててって今こういうふうに至るからこういう見解を示すっていうそういう話 で,
でもじゃあそれをまるっとそのままあなたもやった方がいいよとは絶対言わないじゃないですか。あれが本当にあの科学者だなと思いますね。すごくそこに僕も共感していて、あのまあなんだろう、私の研究をするとかにおいても結局その知識は教科書に載ってるわけじゃないですか。でそれが、うん、と覚えているといい悪いとかじゃなくて、出汁を取るということを、どういう目的で捉えるとか、まあ、自分の味わいを追求する目的でも捉えられるじゃないですか。美味しくなるように、あるいはこのこういう料理に合うようにするには出汁とはどうあるべきかって言ったら、そういう研究になるじゃないですか。だけどなんだろうな、ただ無添加で、ただなんとなく体にいいは、多分その受け手側からすると、まあ、体にいいと歌っているものがたくさん世の中にあるから、あの どのようになぜいいんですかっていうのが多分ね、もうその人その人でこう千差万別の答えがあるわけですよ。じゃあその小山さんはどのようになんていうかポリシーというか思考回路のを伸ばしていく軸を設定して、私にとって出汁はこうだと、でこのような価値観でこのように捉えている、でそのように捉える上で必要な知識をこうちょっとずつ勉強して今に至ると、で営業しながらこういうエピソードがあって、そこで自分が分からなかったことに興味を持って、知りたいと思って、ちょっとずつ調べてたらこういうことが分かったととかっていう、その小山さんにしかないこう思考プロセスがあって、でそれ小山さんにしか設定できない出汁の研究の中身があって、私はこう思うよと、こういうふうに捉えてますよと、で、でもあなたにはあなたの生活があるんで、でその生活の中にあのちょっとでも役立ててもらえるようなあの話だと思って、この研究をお伝えしますっていう感じになると、あの壁さんっぽいなと思ってあの話口すっげー優しくてよくないですか。あのぜひね、あの岡部友さんの YouTube チャンネル見てみてほしいんですけど、まあ扱ってるタイトルはもう何でもいいです。そのカフェインはいいのかとか、甘いものをやめられないけどとかさ、あのどれ見てもそうなんですけど、まあもちろんね、トレーニングをやる、まあ、トレーナーさんだからメンタルとしては基本的に結構マッチョなんですけどいや、あの俺はやらない、あ私はやらないと、それはしないと、私はこうすると、結構すごいはっきりされてるわけですよ自分の中で。でしかもその執着しないっていうところもかなり強調されてて、あのルールを決めるんじゃなくて、執着しないことを決めていて岡部さんは。でその時その時にしっかり考えて自分で判断すると、それが、ま、合ってる間違ってるじゃなくてそれを受け入れるという感じですよね。その感じでこう、まあ、かなりマッチョなメンタルで話してるなっていう印象がこう前半来るんだけど、最終的にすごい、でもその相手側の、あおはようございますゆうじさん旅の話良かったですね。旅の話広がりますね。なんかあれ話し出したらこう砂塚もモテ作、友人、なおで喋り出したら 4,5 時間いけそうな気がしますそうそう、でちょっと岡部さんの話の途中だったんですけど、
最終的に聞いてる人もこうでもそう思うんだよねと、そっちもすごくよくわかるから、そっちに、からあの今どうしていいかわかんないみたいな状態になってるんだったら、まずこの一歩からっていう、その一歩目を提案してくれるっていう感じですね。だから本当トレーナーとして優秀なんだろうなって思いますね。あのなんていうか、正論も決し正論を述べるということからも決して逃げてないし、でじゃあ正論だけを正解として無理やり押し付けるようなこともしないし、で正論がなぜできそのようなあのな正論に、こう良いとされているのかのこうプロセスと歴史があって、それの正論が出来上がるにはあの膨大なこう他の人々がこうやったエラーがあってさ、まあこういう不幸があったよと、例えばその甘いもの食べ過ぎて糖尿病になっちゃった人がいるよと、まあ例えばね、まあそういうのがこうエラーがこう膨大に過去あって、じゃあやめた方がよくてやった方がいいことはこの辺にあるよねっていうプロセスがこう出来上がってって、最終的に正論になっていくんだけど、その正論が出来上がっていくまでのプロセスを喋りながら、正論は今のところこういうふうに捉えているよと、だけど今そこにその位置にいて、まあ苦しいとか悩んでいるとかだったら、そこからあのまあだから自分で自分を縛っちゃってるパターンが多いんですけど、あのなんていうか食の悩みとかダイエットの悩みとか、まあ何でもいいんですけど、まあなんかそのお悩みに答えてる時に、お悩みの場合は大体自分で自分を縛っているから、自分で自分を解き放つにはあの一歩目はこの辺どうっていう、そういう提案なんですよね、話の最後。すっげえ優しいな。まあちょっとあの語り口がこうコミカルで面白いのもあるんだけど、その正論面白い、優しいがこうその3層構造になってて、すんげえ面白い、すんげえいいチャンネルだなと思いました。ってことでね、昨日からすごくご利用している岡部友チャンネルですけど旅の話もちょっとしたかったんだよな。友人さんの生物学的に旅を捉えるっていうね、まあ、動物的にあの人とは旅をあのしてしまうもの、生き物としてこう捉えるとか、好奇心っていうなんかありそうで、他の生物にもありそうで、あ確かに人間特有っていう、そので移動しちゃったらさ、まあ獲物とかあの収穫物とかあの取れる範囲が広がるから、そのメリットもあるんだけど、環境変わって困難も増えるんで、どう解決したらいいのっていうことを乗り越えなきゃいけないっていう、でそれと好奇心と、まあ、どう整理つけるかってかなり奥深い話だなと。でそれはその過去のに僕人間としてのこう経験値からの価値観でも語れるし、生物学的に見たらあのこういう性質の動物はこういうふうに行動するものであると、だけど人間っていうのを生物として捉えるとこういうものであるみたいな言い方すると、それはそれすごく普遍的な話としてこう聞けるっていうか、そんなふうに旅を深掘るなんてね今までやったことないもんね、誰もね。だから奈緒くんのあの割となんていうかどうなんですか、あれどれぐらいの気持ちでこうあの提案をしたのか分かりませんけど、こんなに広がるなんてね、定点の旅と道の旅、まあ本屋で見かけた一言にちょっと惹かれて、みんなどう思いますかって言ったところからスタートしてるわけですけど、でまあ僕も昨日おととい喋ったりで、友人さんもさあんなにこう深掘って、なんか一回は答えたけど納得できないからもう一回調べたとか言ってるけどさいやでも旅ってワードはかなりパワーワードなんでしょうね。あの
見落としてた、あの短すぎて。だけど砂塚さんみたいにこう移動と旅を分けるとかさ、まあまあそのもともと友人さんの中でも移動、動物野生生物に対してこう渡り鳥のようなものは移動として捉えるの、旅とは言わないみたいな。なるほど、なんかその旅っていう言葉にあの語源みたいな話ではなくて、それぞれの人のこう価値観とか人生観があの反映されてて、それぞれちょっとずつニュアンスが違うっていう。旅行2001年宇宙の旅行、移動とは言わないだろうと、旅だろそこはみたいな。あのセンスいいよな砂塚さんな。なんかやっぱりなんかでもそうじゃ、まあ確かにっていうね、確かにそうじゃないっていう、なんだろうね、どうしたらああいうセンスのワードが出てくるんですかね。笑わせに来てるわけじゃないんだけど、なんかってなっちゃうっていう。面白いな砂塚さんの話は。ね、なるほどなと。でも僕はあのこういう時に、なんだろう、こういう話になってきたのに、だいたい行くのが旅っていう漢字の語源ぐらいから話を始めるんですよ。始めるっていうか、そういえば知らないなっていうものがあった時に、でそういえば自分の中であやふやに使ってる単語だなみたいな時に、あの、まあ、とりあえず語源ググって、あの旅とはみたいな、あの辞書的にはこういうふうなものを指すみたいな。で1行目はまあ一般的にさ、旅行だよって書いてあるわけよ。で2個目3個目ぐらいに古くはみたいのが書いてあって、イニシエでは旅とはこういう意味だったみたいなのがあって、はあなるほど、そっから来てんのかみたいのがあるんだけど、あのなんだっけな、軍隊の500人ぐらいの単位の軍隊の集団のことを旅って言ってたらしいです。その中国の州の時代かなんかの、まあ、軍隊を束ねるマネジメントなんでしょうね。あの、まあ、500人ずつぐらいに軍隊まとめて、まあ、中国、広い中国の大陸上をね、お前何々旅1はあっち行けとか、旅2はあっちを制覇しろみたいな、まあ、命を受けて500人単位ぐらいで、まあ、動き回ってはあの制圧して、次へ行くみたいな、まあ、そういう感じらしいです、感じの語源としてはね。だから今ではあんまりこうなんていうか、語源からするとだいぶこうかけ離れた意味合いで僕ら使ってますけど、なるほどなと。そのなんだっけ、500人がの軍隊を旅と言ってて、50人ぐらいのやつをなんて言ったかな、旅団って言ってたかな、確か。なんかその格がこうちょっとずつあるじゃないですか、中国のね、なんか古代中国のさ、あの、まあ、キングダムの時代ですよね多分ね。まああの時の、あ、まああの漫画で描かれて、漫画のキングダムとか知ってますか、漫画のキングダムで描かれてるような風景に対して、まああのこれぐらいのグループを1セットで旅っていう風にくくってると。で、あのあっちのあの旅すげえ強えなとか、あっちのあの旅すげえ動き早えなみたいなとかっていうことなんでしょうね、わかんないけど。で、なんかまあ漢字の象形文字的なこう語源じゃないけど、まあ、象形文字的に見ると左側の 方角の方か、辺がね、型っていう字じゃないですか、あれがあの軍隊の旗を表してて、で右側の作りの部分が、まあ、ちょっとなんか衣が崩れたような、あのなんか何て言うんですか、何作りの名前がちょっとわかんないけど、
あれは複数の人がごちゃごちゃしてるものを表してて、で複数の人が旗の元に集まってるっていう象形文字として書いてあったサイトを見たんですけど、本当なんですかね、ちょっと分かんないけどなるほどと。まあまあそういうふうにこう漢字の作りとして見ると、まあ周の古代の中国の時代の軍隊をの500人ぐらいの単位のものを旅と表していて、あっちこっちに出かけてっては制圧して、平定してみたいなことをやってるっていうことから、なんかまあ何回どのように意味が転じたのか分かりませんけど、まあ何千年の話ですから、まあ何千年ってことはないか、まあ千年ぐらいかけてちょっと、まあ、日本に来たら日本にとっての旅はまた全然違う意味で使われたでしょうけどね。日本漢字輸入してるけど全然違う意味とかニュアンス違うっていう感じで使ってたりするからさ、まあその後どのように意味が転じていったのか分かりませんけど、なるほどそこから来たかというね。なんか僕はなんかそういう文字にこだわって辿っていく癖があるんだなと思ったり、こういうところでもなんか自分が出ますよね。友人さんはなんか獣医さんとしてこう生物学的に辿りで、砂塚さんは独特すぎて何とくくっていいのか分かんないけどだからなんかそのお題って何でもいいんですよね。あのなんかお題決めて自分はこう思うを勝手に調べるもありにして掘り下げていくと、結局浮かび上がるのはこう自分の性格が浮かび上がる。海空研究所という旗のもと僕らが集まってるという旅をしてるんじゃない。まあ確かに10人集まったからなんか旅っぽくなってきましたね。なんかどこに行くか分かりませんけど、なんかどっかとどまるつもりはないじゃないですかみんなね。動いていこうとしていて、で点でバラバラにあっちこっち行くわけでもなく、かといってその完全に同じなんていうか一点の光を目指してみんなで行くみたいなほどはっきりしてるわけじゃないけど、でもこうこれぐらいの距離感でちょっとずつまとまりながらちゃんと移動してますもんね、うん、それはおっしゃる通りですね。なんかすごい面白いですね、旅面白いな。なんか話が止まらないんですが、今日も一日皆さんどなたと笑いますでしょうか。よき一日をお過ごしくださいませ。ゆじんさんありがとうございます。面白いな、美空研究所という旗のもと。なるほど、確かにオーナーは旗を立てるっていうのはそこからはね、いくらフラットにお互いやっていきましょうって言っても、旗を立てたのはモテサグですっていうところはね間違いないことで、うん、オーナーの役割ですもんね。いや良き旅を共にしてくださいましてありがとうございますそれではじゃあね。